俺は眠い目をこすり、せっかくの休日に電車で数時間、バスやもろもろを乗り継ぎまた数時間、父さんに呼び出され、俺は昔住んでいた場所の近くにある神社に来ていた。はぁ、あ、眠い。で、父さん、その子誰？父さんの隠し子？バカ言え、俺にお前以外に子供はいないし、俺はお前の母親以外に恋愛感情を向けたことないの。あと、父さん呼びやめろ。それは遠慮する。それで、その子は、父さんの仕事関係で預かってる子？それがそういうわけでもないんだよな。じゃ、野良ちゃん自己紹介お願いできる？はい、わかりました。京也さん、お久しぶりです。旦那様、蛇神見習いの野良です。12年前の約束を果たすため、今日はこのような場に旦那様をお呼びさせていただきました。12年前の約束とか、いろいろと気になることはあるんだけど。それ以上に俺には気になることがあった。蛇神と名乗った少女の周りに、いきなり半透明の蛇が巻きつき現れたのだから。父さん、どういうこと？知らん。俺に聞かないでほしいし、俺も千秋に説明してほしくて久しぶりに連絡入れたんだよ。今日、俺のところにこの子がいきなり来て、千秋と12年前、約束したから。その約束を果たすために来たから会わせてくれって。で、何の約束したわけ？いやごめん、俺も知りたい。うわぁ、白状。野良ちゃん12年も今日を楽しみにしてたのに。つっても、12年前って、俺6歳くらいで、まだこの辺住んでた頃だろ？それなら多分父さんの方がその頃のこと詳しいんじゃ。その頃の千秋って、やたらめったに動物とか人を助け。多分、俺と父さんは同じタイミングで同じ考えに至ったと思う。当時の俺は、いやまあ今もそう変わらないけど、傷ついた動物や、困った人を助け回っていた。多分、その中には蛇もいたと思う。そう。今目の前にいる、野良と名乗った少女に巻きつく、黒く、艶やかな鱗をした黒い蛇も助けたかもしれない。思い出してくださいましたか？旦那様。いや、ごめんだけど、未だにピントは来てない。かな。俺は、君とどんな約束したの？差し支えなければ教えてもらいたいかな。どうやら、私の存在ごと忘れられているようで、寂しいですが、致し方ないですよね。12年も前のことですから。寂しそうな顔をし、蛇神がそう言うので、俺の心はズキリと痛む。ほんとごめん。いえいえ、この12年の間、手紙の一つも送らなかった私の方にも責任はありますから。それに、旦那様が昔と変わらずにお優しい心をお持ちなようで、私は大変喜ばしいです。では、私と主様。いえ、長月千秋様との約束をお教えしましょうか。まあ、とは言いましても、私と旦那様との約束は、この体の話にはありきたりなことですが、それこそ数百年もの間変わらぬありきたりさです。旦那様が18の年になったのなら、私が旦那様の元へ嫁ぎに行くという至って簡単なお約束です。千秋、お前、結婚すんの？俺がそれ聞きたい。俺、結婚すんの？結婚するんですよ。覚えてませんか？12年前に、旦那様が私のことを助けてくれ、先代の蛇神が婚姻の契りを取り持ってくれたことを。言われてみれば、なんとなく、くっそでかい白蛇見たことがあるような。そんでなんか、お酒臭い何か飲まされたような。千秋、俺の知らないところでいつの間に未成年飲酒してたんだよ。知らん。俺もその後の記憶ないし。ああ。これは、俺と千秋の母親ともどものお酒飲めない体質遺伝してる感じか？確かあの時のお酒も、かなりの度数だったと記憶してますし、子供という遺伝にそもそもが飲めないと。の可能性が高いかな。俺も千秋の母親もちょっと飲んだだけでノックアウトだし。あの、お酒飲めない談義に花咲かせるのはいいんだけど。で、俺はガチのマジで結婚するの？野良さん、のことも何も覚えてないのに。昔みたいに野良だけでいいですよ。あうん、わかった。話は戻りまして、覚えていてもらえてないのは悲しい事実ではあるんですが、その辺は私がしっかり覚えているので、私の方は何の問題もありませんよ。12年前から今日という日を毎日楽しみにしてたので、旦那様に忘れられた悲しみよりも、再会できた嬉しさの方が大きいですから。わぁ、なんてけなげな子。片や俺ときたら。まあ、結婚するかは恥に置いておいて、ここまで俺と会えたことを嬉しいって言ってくれる子を無下にはできないし、そんな大事な約束どころか、相手の存在まで忘れてることに罪悪感も感じるから。どうしよう、父さん。そこまでカッコつけたなら最後まで自分で考えろよ。そこまで俺は無責任になれないから。手頃な父さんに責任を押し付けようかなって。自分の息子ながらひでえな。まあ、あれじゃない？結婚するかは置いておいて、約束は約束だし、しばらく一緒に住めば？そうすれば思い出せることもあるだろうし。知らんけど。ありがとう。最後の言葉で一気に自分で責任持とうって思えた。
そりゃどうも。お二人のお話的に、私はこれから旦那様と一緒に暮らすことができるということでしょうか？ノラはそう言いながら、その場でぴょんぴょんと跳ねる。まあ、俺としてはいいんだけど。ノラはそれでいいの？ほら、引っ越しの荷物の準備とかもあるし、そんな急いで決定しなくても。大丈夫です。もともとこの身一つで嫁ぎに行く予定でしたので、嫁入り道具くらいは必要かと思いましたが、現代の習慣じゃそういったのも昔に比べ減っていると学んでいるので、さあ、帰りましょう。私たちの家と。すげえ自由奔放。神様ってみんなこんななのかな。というか、神様が嫁いでくるって何？なんか、今日の朝から非日常すぎて疲れたから、もうみんなで帰るか。賛成。俺も長旅で疲れた。それは大変でしたね。帰りは私が膝枕してあげますよ。旦那様。まあ、人の迷惑にならない範囲なら膝枕もいいんだけど、そのノラちゃんに巻きついてる蛇の方はどうにかしないと。ご心配なく、この子は私に何か害を加える輩以外には無害ですし、姿を見えなくできるので。わあ、便利。父さん、多分俺も父さんのことどうこう言えないんだけどさ、なんでそんなにすぐに順応できるの？相手神様だよ。それも俺に嫁ぐって。疲れたからもう考えるのやめただけ。ノラちゃんは小さい時の千秋に出会って、その時結婚の約束した。うん。そう考えればよくある可愛らしい話だし。一番大事であろう神様って部分を除けば確かにそうだけども。一番神様って部分がネックなのでは？ああ。疲れた。それから俺たちは数時間バスやもろもろを乗り継ぎ、なんとか家へと帰ってきた。存在、長時間座っているだけでも疲れるものですね。まあ、今回のは余計ね。それじゃ、俺はノラちゃんが寝れるように部屋の準備してくるから、千秋は夜ご飯頼む。了解。あ、私は旦那様と一緒に眠るので、部屋は。それは俺が困るかな。俺からしたら今日初対面だし。忘れたのは悪いと思ってるけど。そうですよね。我慢します。また少し心が痛くなるのを感じ、俺がリビングへ続くドアのノブに手を伸ばした瞬間、ノラが声を荒げる。旦那様、お待ちください。そんなノラの静止よりも先に、俺はリビングへと続くドアを開けてしまっていた。お、久しいなお前様。12年前の約束を果たすため、わざわざわらわが遠路はるばるやってきたというのに、この家には誰もおらんかったからな。勝手に上がらせてもらっておったぞ。にしても、随分と大きくなったなお前様も。じゃが、わらわにはわかるぞ。お前様は昔と変わらぬお前様だと。して、せっかく狐の神であるわらわがお前様に嫁ぎに来たというのに、何もな。あ、誰じゃその女は。うん。まあ、いろいろと言いたいことはある。けどまず最初に、昔の俺節操なさすぎじゃない？どんだけ神様たぶらかしてたんだよ。自分にびっくりするよマジで。俺がのんきにそんなことを考えていると。まだ廊下にいたノラが俺の横を抜けてリビングにいる狐の神様に対し言葉を発する。獣臭いと思ったら、メギツネが不法に侵入していたとは。本当に。メギツネは人のものばっかり欲しがって、何用か知りませんが、さっさと消えてください。心より不愉快なので。は？爬虫類ごときが崇高たる神であるわらわに何を言い出すかと思えば。シャーシャーわけのわからんことを言いおる。わらわはそこの長月千秋の嫁になるため、遠路はるばるここにやってきたんじゃ。貴様こそ、そやつから離れろ。そっちこそ何を言い出すかと思えば、旦那様と婚姻の契りを交わしたのは私です。それも12年も前にですよ。じゃから、わらわが12年前にそやつと将来を誓い合ったんじゃ。真似をするのはやめろ。な、お前様もその爬虫類に言ってやれ。お前様とわらわは将来を誓い合った仲じゃと。あいや。ごめん。どっちが本当のこと言ってるのか俺にもわかんない。ノラの話を聞くと、お酒飲んでその時の記憶ぶっ飛ばしてるみたいだし。酒？ああ、婚姻の誓いの際に交わした酒か。確かにお前様は、あの時一口飲んだらそっとしておったな。それは、私と旦那様との思い出です。横取りするのはやめてください。あ、先に言わずして何が横取りじゃ。言いがかりも大概にせいよ、いやしい爬虫類が。それは私のセリフです。メギツネとはいえ、わきまえも知らない無礼者は追い出しましょう。旦那様。そういったノラとキツネの神様の間には、バチバチと火花が散った。気がする。一通りの片付けは。何このキャットファイト一歩手前の空気は。グッドタイミングで父さんが二階から降りてきた。俺が知りたいし助けてほしい。メギツネの匂いが旦那様に移るので速やかに離れてください。お前が離れろ。人の向こうにずうずうしく近づきおって。旦那様は私の旦那様です。そやつはわらわのだと言っておるじゃろ。貴様がどこぞの何がしとわらわの向こう人違いしておるんじゃろうが。さっさとのけ。あなたがどいてください。そんな一触即発な二人？二柱？お横目に。俺はキッチンに向かい、とりあえず人数分の料理を作る。それから全員で食事を取り、とりあえず二人に事情を聞くことにした。それで？
俺が結婚の約束をしたって神様はどっちなの？俺本当に記憶にないんだけど。笑わせな。むう。いい加減認めたらどうですか？本当は自分が嘘をついてると。よく言うではないですか。キツネは嘘つきだと。は、お笑い草じゃな。嘘が得意なのは二枚舌の蛇の方じゃろうて。違うもん。私は嘘ついてないもん。わらはもう嘘などついておらんぞ。わかった。二人の意見を汲み取って、千秋がクズだってことで収めよう。おい、変に結論付けて息子をクズに仕立てあげるな。いやだってそう考える方が筋が通ると思って。あれだろ？小さい時の千秋は、傷ついた動物。それこそ狐や蛇を助けて、恩を売って、結婚詐欺してたんだろ？そう言われると小さい時の俺めっちゃクズじゃん。ま、千秋が人や動物を助けることに、見返りを求めてるわけじゃないってのは、親の俺が一番知ってることだけど。そうじゃそうじゃ。お前様は幼少の頃から誰彼構わず、心身どちらかに傷を負ったものを、放置できない、心根の優しいおの子じゃったからな。嫁入りもわらわから言い出したことじゃしは。私だって、旦那様の優しさに惚れ込んで婚姻のちぎりまでしたんです。旦那様の優しさは私が一番身をもって知ってます。どうとだって言えるじゃろ。蛇は口が減らんな。そっくりそのままその言葉を返します。千秋には将来を誓う際に交わしたお酒の影響で当時の記憶がすっぽり抜けてて、野良ちゃんの方も。狐の神様の方の名前聞いてなかったね。名前はなんて言うの？稲荷じゃ。野良ちゃんも稲荷ちゃんも、12年前に千秋と将来を誓い合ったって主張している。それで聞く限り、どっちにも矛盾してるところはないに思える。やっぱ千秋が二人それぞれと将来誓い合ったって思う方が自然じゃない？まあ。そうすれば俺が悪者になれば済む話だし、一番説明がつくから。多分そうなんだと思う。ただまあ、二人が本当のことを言ってるとして、じゃあ二人はこれからどうするのって話になるけど、記憶がないとはいえ、同時期に別の相手と将来を軽く誓い合う、義理も通せない男と、二人は本当に結婚したいのかってなるけど。それはまあ、私が正妻になればいいだけの話ですな。ビビビたり。本当は仲いいのでは？わらわは懐の深い神じゃし、お前様に何人妻がいようが構わん。ただ、わらわが正妻でなければ嫌じゃが、そこは私もメギツネと同意見です。神様なんてその辺で子供作るので、一夫多妻とか一妻多夫なんて普通ですから。さすが神様、レベルがちげえ。いやごめん、今言うことじゃないし、今更突っ込むことじゃないけど、千秋お前神様たぶらかすとか何してるんだよ。ね、俺もそう思う。まあ、とりあえずしばらくはうちにいてもらっていいんじゃない？こうなった元凶は俺なんだし、二人が俺に愛想をつかすか、満足するまでの間はさ、俺はちょっと考えついでにお風呂入ってくる。あ、私旦那様のお背中流します。ずるいぞ蛇、わらわが流す。はいはい。お二人は俺ともうちょいお話ししましょうね。俺は父さんが二人の首根っこを掴んで止めててくれている間に着替えを取り、お風呂場へと向かう。お風呂を終え、俺が自室に入ると、なぜかさっきまであれだけ言い合っていた二人が、俺のベッドの上で待っていた。二人は客室の方で寝てもらいたいんだけど。ダメ？私は心配なのです。旦那様、いつ狐が旦那様を襲わないかと。尺じゃが、わらわも蛇と同じ理由でここにおるんじゃ。仲いいんだか悪いんだか。仲いいだなんてご冗談を、狐ですよ。蛇じゃぞ。仲いいわけなかろう。の割にはおとなしいんだよな。さっきから。まあわかった。この部屋で寝る分にはいいけど、その代わり極力喧嘩はしないでよ。俺は普通の人間だから、神様同士の喧嘩に巻き込まれたら怪我だけじゃ済まなそうだし。わかりました。仲良くはできませんが、喧嘩はしないように心がけます。お前様がそう言うのであれば、喧嘩をせんことくらいならできなくもないが。まあ、仲良くしろと言われないだけ良心的ではあるか。ほら、お前様、こっちへ来て、一緒に寝ようではないか。ベッド一つだしそうなるよな。ささ、私の隣で横になってください。お？蛇、たわけたことを抜かすなよ蛇。なんですか狐。何か文句でも狐。あやつはわらわの隣で寝るんじゃ。貴様はその辺の床で寝てろ。眠る際に丸くなるのは狐ではないですかやだー。トブロを巻くのは貴様じゃろうて。旦那様、お前様、どっちと一緒に寝るんじゃ？俺が真ん中で寝るんじゃダメなの？ほら、そうすれば二人とも隣で寝れるし。お、旦那様は賢いですね。でもいいんですか？狐と一緒に眠るとたたり殺されますよ。おう、わらわからも言っておく。蛇と一緒に眠ると締め殺されるぞ。じゃあ、二人とも、たたらない。締め付けない。それが約束できるなら一緒に寝るけど。できないなら俺は客まで寝る。いい？わかった。わかってはいたけど。めっちゃ狭い。おいヘビ、近づきすぎじゃ。もう少し離れんか。こっちだってギリギリなんです。キツネがそっちに詰めればいいじゃないですか。わらわはすでに尻尾が床についておるんじゃ。そっちが詰めろ。そういい、二人はベッドの上でもぞもぞとしばらく動き。やっと収まり良くなったのか。落ち着き始める。ねえ、
やっぱ俺客前行くけど。ダメじゃ。今動いてしまったら、やっとの思いで見つけた今の均衡が崩れてしまう。そうですよ旦那様。やっとこうやってお近くにいれるんです。いなくなられては悲しいですよ。わかった。二人も約束通り喧嘩しないみたいだし、今日はこれで俺は寝るけど、明日からはベッドじゃなくて、客間の布団持ってくるとかにしよう。さすがに狭すぎる。じゃあ、おやすみ。俺は寝る。ヘビ。どうする?こやつ本当に寝おったぞ。よく眠る子だとは思ってましたが、ものの数分で寝ちゃいましたね、キツネ。私としてはキツネがいなくなってくれれば、旦那様を堪能するんですが。いなくなってくれますか?バカ言え、貴様がどっか行け。嫌です、12年ぶりに再会したんです。今日からはひとときも離れたくないんですよ。それはわらわのじゃ。よし、右半身はわらわのじゃ、左半身は好きにしろ。今宵はそれで手を打たぬか。キツネにしてはいい提案ですね。そうしましょう。それでは私も眠ります。おやすみキツネ。ああ、いい夢を見るんじゃぞヘビ。言われずとも。狭い。黙って寝てください。それか床で寝てください。貴様が床で寝ろ。